えー、まあ、超簡単にこのコンテナ物語ね、分厚い本なんですよ、この。こんな分厚い本でですね、あの、税金の、あの、消費税抜きで2800円もする、あの、日経 BP から出てるですね、本なんですけども、まあ、ひろゆきがですね、紹介してたから読んでみたんですよ。ひろゆきが、まあ、だいぶ前に書評書いてて、えー、この本はすごくいいぞと。なんでかっていうと、5つの条件があると。僕が本を勧めるときには。で、ひろゆき言ってるんですね。で、つ目が、まあ、これから先10年以上役に立つ本だ。 二つ目が結論までの流れと理由に筋が通ってる。三番目がちゃんと証拠と数字がこう並んでて個人の感想ではなく、まあ、エビデンスがある。四つ目が意外な結論があると、まあ。その割にはちゃんと意外な結論に達していると。で、読んでて面白い。これが五つ目ですね。で、この五つの条件を全て満たしてるっていうふうに言われて、あ、そうなのと思って読んだらまあ面白くて。 僕があの2020年に読んだ本の中で明らかに一番面白い本だったんですね。なので、ちょっと今日はですね、これをあの、まあ、皆さんにプレゼンしてみようと思いました。まあ、ひろゆきがですね、これを紹介のする文章の中で書いてたのが、上海から東京までたいあの30頭の荷物を運ぶと、コンテナで今あの、たいま、その30万ぐらいかかると。これはひろゆきが書いた当時で、今ね、実は国際的にコンテナのあの、 運送価格っていうのがすごい上昇していて、50万ぐらいになってるのかもわかんないですね。えー、で、まあ30万ぐらいで、その頃は上海から東京まで運べたと。しかし、群馬の工場から東京まで同じ30トンの荷物を運んだら、30万円で絶対遅れないと。 で、海上輸送が異常に安くなっちゃったので、人件費の安い国で生産するようになった。で、商品を輸入することが当たり前になった。それが低コストに繋がるようになった。今聞くと当たり前のように聞こえるんですけど、その当たり前がどのように実現したのかっていう本なんですね。まあ、今日のゼミはこのコンテナ物語を取り上げて、 本人あんまり書かれてないですね。あの、その他の、なんだろうな、いろんな世界の事情などもですね、こう、ちょっと足していきながら、ええー、あの、面白いよっていうですね、説明していこうと思います。えー、そもそもですね、じゃあここで語るですね、コンテナとは何なのか。もうね、これあの、コンテナのね、35分の1のプラモデルというのが世の中にあってですね、<laughs> わざわざ組んだんですよね。で、まあ、特徴はですね、型が、 これあの、まあ、この向きなんですけど、えー、横が40フィート。で、で、まあ、高さも幅も8フィートぐらい。だから、2.4メートル、2.4メートル。で、全体がですね、だいたいまあ、あの、12メートルぐらいのものだと思ってください。この半分のサイズのコンテナはあります。日本ではこの半分のサイズが多いですけども。で、片側にね、ドアがついてて、この、こっちのドアを開けて物を入れる。で、反対側にはドアがついてない。で、なんでかっていうとですね、これコンテナって、だいたいこうトラックに乗せてですね、あの、後ろ向きに運ぶんですよね。 で、急ブレーキかけたときに、大昔、コンテナの中に物がいっぱい積んでたときに、急ブレーキかけると中の物がボーンとこっちに当たって、両側にドアがついた時代があったんですよ。で、このドアから物がガーッと溢れて、運転席の人の後頭部を直撃して、まあ、死亡事故というのが起こったんですね。だからそういうことがもうないように、急発進で物が溢れるってことはほぼないんですよ。大体いい事故というのは急停止のときに起こるから。だから、片側にしかこう、ドアがないわけですね。で、このドアのところにいくつもいくつも記号みたいなのが、 書いてあるんですけど、この記号がもう国際規格になっていて、大体この記号とかの数字とかを見れば、そのコンテナが、まあ、どういう、あの、どこの所属のものでっていうのが分かるようになっていると。コンテナ一つ一つに、いわゆるマイナンバーのようなものがついているわけですね。まあ、これがですね、あの、コンテナです。で、あの、